現在、韓国に導入されている F-35A ステルス戦闘機の気になるところといえば、やはり機密情報だろうね。一応米兵が24時間張り付いて監視している状況というのと、韓国仕様は外側だけが F-35A 戦闘機であることを視聴者の皆さんは知っているだろうか。日米ともに韓国を信用していないのが現実で、単に米国が売り込んだだけかもしれないという話もあるな。今回はそんな韓国仕様の F-35A 戦闘機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の航空自衛隊も調達を進めている米国ロッキード・マーチン社製の最新鋭第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を、いまいち新日なのか反日なのか掴みづらいお隣の韓国でも40機を目標に調達中だね。韓国では当初総数60機の F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の調達を検討していたこともあったようだけど、金銭的に無理が出て現在は40機に下方修正しており、2019年から2022年にかけて40機調達していたよ。そのうち1機は2022年1月、飛行中にワシと衝突してしまい、修理費が新規購入費を上回ることから廃棄処分が決まり、現在は39機を運用しているところだね。すると、前言を撤回するかのごとく、韓国防衛事業庁は2023年12月27日、軍の次期戦闘機導入二次事業として米政府と最新鋭ステルス戦闘機 F-35A の追加購入契約を同月8日に締結したと発表し、2027年から新たに20機の F-35A が配備される運びとなっているわけだ。この二次事業で追加の20機が配備されれば、空軍が保有する F-35A は59機に増えるということだな。韓国防衛事業庁は追加導入する20機について現在運用中の F-35A に比べ、脅威への対応、暗号保安、武装などの性能が大きく向上すると説明していたぜ。いわゆる兵装の搭載量が既存の 1.5 倍に増え、レーザー誘導式の精密誘導爆弾 JDAM など新たな武装も可能なんだって。また同庁の韓巡飛航空機事業部長は次期戦闘機二次事業により韓国型三軸体系の完成度を高められると期待すると述べていたよ。北朝鮮が保有する核ミサイルへの対応体制である韓国型三軸体系は、ミサイル発射の兆候を探知して先制攻撃するキルチェーン、発射されたミサイルを迎撃する韓国型ミサイル防衛体系 KMD、北朝鮮から攻撃された場合に指導部などに報復攻撃を行う大量反撃報復 KMPR から構成されているんだ。つまり高性能ステルス戦闘機はキルチェーンの中核を担うわけだが、この監視はまた、一次事業で導入された F-35A の性能を改良する事業も準備中であるとも伝えたぜ。こうした中で韓国は軽空母の保有計画を表明しており、確定か否かはまだ判然としないが、これに向けて短距離離陸垂直着陸可能な B 型も20機程度の調達を目指す方向で動いているらしい。2022年11月に韓米両軍が実施した大規模航空訓練ビジラントストームに参加するため、米海兵隊の最新鋭ステルス戦闘機 F-35B が4機、朝鮮半島南西部に位置するチョルラ北道にある在韓米空軍の軍山基地に着陸したよ。そこで日本の現状がどうなっているかというと、F-35 ライトニング2戦闘機の A 型を105機、B 型を42機調達することを決定しており、この数は今のところ本国アメリカに次ぐ2番目の多さとなっているんだ。韓国が B 型や軽空母建造の方向性を急ピッチで打ち出してきた背景には、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀に航空母艦化の改修を行うことへの対抗策としての意図が大きいのだろうね。ただし、B 型は世界的に見てもアメリカやイギリスが調達計画を引き下げる動きを見せていることもあり、ここに来ての韓国の動きはロッキード・マーチン社からすれば、ある意味でビジネス的にも大歓迎しているのかもしれないな。しかし、軽空母の開発に先立ち、韓国側がアメリカに要求してきた設計の前提に必要となる情報の開示を、ロッキード・マーチン社は契約後にしか明かせないと当然の対応を見せているのも事実だぜ。そもそも韓国は現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦として、
従来の3万トン級の大型輸送艦建造を表明していたが、これは中国に空母保有だと思わせない表向きの配慮だと見られていたからな。それが日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀の航空母艦化を事実上、明らかにしたことから、その対抗策として考えたものであれば中国の機嫌を損ねることなく、大手を振って空母保有が可能と考えたんだろうね。日本のように周囲を広い領海で囲まれているからこそ、中国軍の脅威に対して南西諸島の防衛には限られた陸上拠点からだけでなく海上拠点として、出雲加賀によって運用される B 型の必要性も納得がいくよ。ただでさえステルス性能の向上のため、F-35 ライトニング2戦闘機は燃料搭載量が限られており、B 型だけでなく A 型に関しても従来機より航続距離行動半径が短く、空中給油機とともに必須なんだ。また、韓国の領海の広さは日本の約 10% 程度と少なく、仮に北朝鮮の領海を含めても約 12% 強ほどであり、何かあっても十分に陸上の飛行場からの A 型の航続距離行動半径に収まるものと考えられているな。当然ながら政治的に韓国内で承認されるのであれば、日本側が別に口出しすることでもないだろうけど、ロシア製の地対空ミサイルを調達したトルコのように、韓国がアメリカの意に反しつつあることは懸念されるぜ。実はイタリアも F-35 ライトニング2戦闘機を A 型 B 型とも調達を進めているレアな国の一つだが、それにはおかけるかのごとく新型コロナウイルスの影響で中国経済の援助にますます依存しつつあるんだよね。韓国は完成品の F-35 ライトニング2戦闘機をアメリカから購入しているだけだけど、イタリアはヨーロッパ各国向けの同期の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点、FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウトラインを日本と同様に承認されているんだ。このことを鑑みるとイタリアから F-35 ライトニング2戦闘機に関する中国への情報漏洩も非常に危険性が高いのではないかと疑われ、韓国同様にその意味で日本にとっては脅威とも感じてしまうよな。イタリアの件で触れたように日本では三菱重工業が主となって、愛知県に F-35 ライトニング2戦闘機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点の FACO を開設しており、アジア地区の同期の整備を担当しているよ。搭載するソフトウェアを更新することで最新の能力が追加されていく F-35 ライトニング2戦闘機には、日々のメンテナンス以外のアップデートは必ずこれらの拠点で実行することが定められているわけだね。もちろん韓国はアジアの F-35 ライトニング2戦闘機保有国であるが、政治的にも感情的にも日本にだけは自国の同期を持ち込むことを拒んでおり、この点に関しても戦々問題化してくるんじゃないかな。日本の F-35 ライトニング2戦闘機の調達価格は、A 型 B 型の合計数147機の平均で1機あたり約120億円強に相当すると言われており、これは韓国より3割ほど高額らしい。日本の方が調達する機体数がはるかに多いにもかかわらず高額というのは理屈に合っていないし、もしくはアメリカの言いなりになっているだけだとの指摘もあるが、一応 FACO 解説を含んだものと解釈されているぜ。日本からすると軍事的には何を考えているわからない韓国は、インドネシアと共同で開発を行うはずだった国産の 4.5 世代戦闘機 KFX に関しても、インドネシアからはしごを外されてしまい、開発費の負担上からも窮地に陥っていたな。そもそも日本の約半分の人口にもかかわらず、ほぼ同額の軍事予算を捻出していることに対して、国民からもっと有効な使い方を求める声も一部からはすでに吹き出してきていて、それであれば日本の FACO を使うべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。